高知に引っ越しました。 U ターンで高知へ戻り、仁淀川を満喫できるアクティビティをされている方の移住トーク聞いていきます。あ、ヤスさんカメラ回ってます。というわけで今回は仁淀川町にやってまいりました。今回どんな方に会えるのか楽しみです。今回ヤスさんが訪れたのは仁淀川町。仁淀ブルーと呼ばれる透き通った美しい仁淀川が流れるこの場所に移住し、アクティビティ体験施設仁淀川アウトドアセンターを運営する小見義成さんにお話を伺います。さあ、それではちょっとね、掘り葉掘りいろんなことを聞くことになりますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、カレーの付け合わせだったら、はい、福神漬けとらっきょうどっちが好きですか？はい、私はらっきょうが大好きです。僕もです。よろしくお願いします。お若く見えますけど、はい、おいくつなんですか？今年36の年です。36歳。はい、ご結婚はしております。あ、先に私が移住して、でその後1年後に向こうから来てくださいと呼んできました。なるほど。じゃあ以前住まれたところで出会って、はいはい、一緒に帰ってきてこちらで結婚した。そうですね。なるほど。以前はどちらに住まれてたんですか？以前はここに来るまでは大阪に住んでました。あ、お仕事はどんなお仕事ですか？仕事はですね、システムエンジニアとして、パソコンを毎日触っておりました。じゃあもう今の生活環境とは真逆？全く別の世界にありました。どうしてこのまた高知に戻ってこようということになったんですか？はい、実はですね、私の父がこの仁淀川町で建設業もやっておりまして、その父がですね、体調崩してしまいまして、もう事業の継続が困難というのが、きっかけでした。それでもともと私はもうこちら地元には戻ってこないと、そう決めて県外に出ていったんですけども、やっぱりこっちの田舎が、まあ、恋しいじゃないですけど、こっちに自分の、帰ってくる場所がある、仕事があるっていうのは、幸せなことなのかなっていうのをどん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 感じるようになってきて、そこで最終的に決断しました。お父様の希望っていうのもあったんですか？はい、帰ってきてくれ、実はですね、まあ、薄々はそういった感じはあったのかなとは思うんですが、直接言われたことはもう一回もありませんでした。はい。じゃあ小見さんの気持ちとして、はい、帰ってきて父を助けたい、はい、で、自然の中で暮らしたいという思いだったんですね。そうですね。奥様はもともとどちらの方？はい、妻は兵庫県の西宮の出身です。じゃあこの仁淀川町に引っ越しましょうということになったら、なんかこう抵抗がなかったんですか？最初は、一番最初にこちらに来た時には車でどん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 山奥に人家がなくなって店がなくなって、ちょっと不安そうな感じは、どこまで行くんだろうみたいな、そうですね、なんですけども、まあ、今になってみればすごい伸び伸びと生活できる環境と思っておっしゃっております。実際暮らし始めて何か変化ってありました？こちらで暮らし始めて、やはりもうこっちは車生活になりますので、もともと私の妻はペーパードライバーでした。免許だけは持っていて、はいはい、こっちで運転するのは本当に久しぶりという状態からスタートして、何回か側溝に落としたりパンパンもぎ取れたりしながら、もう今は逆にもう私より上手いのかなというぐらい安定感が増してきています。なるほど。なんか心境的な変化とかあります？そうですね、こっちはやっぱりなんか気持ちが楽というかゆったりしているので、一人の時間を満喫できるというか、あんまりごちゃごちゃ時間に追われてっていう、それがないのが心のゆとりができたというのを思いました。仁淀川アウトドアセンターについてもお話を伺いました。高知に戻られて仁淀川アウトドアセンター立ち上げられたそうですけども、はい、具体的にはどんなことされているんですか？はい、アウトドアセンターでは、まず最初一つ目なんですけど、はい、船全身が全体が透明のスケルトン。上から見えましたよ。そうなんですね。で、2つ目にスタンドアップパドルボード、はいはい、サップですね。サップです。一応3つ目なんですが、今試作段階で、まあ、これからレギュラーメニューにしようと思っているのが水上自転車です。水上自転車、はい、そういう体験をみんなにしてもらってっていうのを、はい、
奥様と手伝ってもらいながら、はい、そうなんです、ね、うわー素敵ですね。さっき僕たち来た時に久美さん、はい、のドローン飛ばしてましたよね、はい、あれは別に遊んでたわけではないですよね。ではないですよ、はい、あのお客様の体験中のシーンを、我々はドローンで撮影いたします。動画撮影。そうなんです、ね、でその撮影したデータを終わった後に店内に大型ディスプレイがあるんですが、そこで見ていただいて、さらにお客様に見ていただけるようにお渡しするというサービスまでやっております。じゃあもうドローンで撮った上空からの仁淀川、はい、仁淀ブルーをもう動画でもお持ち帰りくださいっていう。そうなんです。それは小見さんのアイデア。そうです。もともと建設業で、あの山の現場なんかは着手前の写真であったり完成した現場の写真を撮ったりするということで、ドローンを使っておりました。あでそこから発想をもらってこの川のアクティビティと掛け合わせることで、サービスが生まれました。あじゃあもともとの仕事だったりとか、はい、からあるものの、はい、あの知識も生きてるんですね。今実際アクティビティを終えて体験された方がね、はい、こう通っていきましたけど、はい、皆さんいい顔してましたね。そうですね、やっぱりこの楽しかった、うん、綺麗だったっていう感想を聞くことでまた次も頑張ろうと思います。あやっぱそこがやりがい、はい、そうですね、まさにそれがあるんでまた次何を今度は準備しようかっていう想像力を、ね、はい、かきたくなります。うわ楽しそう。仁淀川町に戻ってきた当時を改めて振り返ってもらいました。都会からこう移住するにあたって、はい、大変だったこととかありますか。で、まあ、私自身はそんなに大変だったことはあんまり感じてないです、うん、まあ、ただ事業を何でもゼロからスタートで始めたっていうのを父親から引き継いで、はい、そのまま半年後にあの代表をやることになって、なるほど、その時資格も持っていない、技術も知識もありません。でその時にどうしたらいいのかっていうのは非常に、まあ、悩んだというか苦戦しました。その時に今残ってくれた従業員の方にもいろんなことを助けてもらいながら、はい、教えてもらいながらなんとかここまで来ることができました、まあ、そのおかげで今私がここにやっていけてるのかなと。なるほど。いろんな人に助けてもらいながらなんですよ、感謝でございます。仁淀川町で暮らす、はい、この魅力って何ですかね。自然がもちろんこの豊かで川が美しくて綺麗でっていうのはあるんですけども、うん、やっぱりそれと人が優しいっていうのもあります。すごい温かく、まあ、若者であってもどんな人でもこの移住者に関してよそもんっていう扱いではなくて、もう本当に温かくよく来たねっていうような形で迎えてくれる、まあ、その体制が整ってるっていう方がちょっと違うか、表現違うかもしれませんが、すごく迎え入れてくれる。私も今住んでいる地域に入った時に皆さんの歓迎会を地区で歓迎会を開いてもらって、今でもその写真があるんですけども、すごい温かくて、なるほど。まあ都会暮らしをしていた時と今と今の暮らし、はい、満足度でいうとバスケット選手の身長でいうと何センチぐらいですか。2m20cm ぐらいありますよ。でかいなNBA 級ですねいやもうかなりの満足度ですね、これから移住を定住を考えている方もいると思いますので、はい、カメラに向かって何かそんな方にメッセージをいただいてもいいでしょうか。はい、この仁淀川町を含めてこの中山間地域、山の奥っていうイメージがあるかもしれませんが、実際に欲しいものは楽天、アマゾンですぐ手に入ります。おなので、どちらかというと普段のこの生活に、重きを置いて、こちらに移住されてきてはいかがでしょうか、うん、本当にこの心安らぐ、毎朝夏はセミの鳴き声、春とか秋になるとこの小鳥のさえずりで、目を覚ますこともあるぐらい自然豊かなところです。すごいおすすめです。ネットショップでは買えないものがここにはありますよってことですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと最後まとまらない。はい。センターの体験内容についてはホームページをご覧ください。仁淀ブルーの美しさを実際に見ると住みたくなること間違いなしです。